はい、皆さんおはようございます。本日は6月12日金曜日。金曜日なんだよね。昨日もライブやったから僕は木曜日だと思ってたら、昨日が木曜日だったんですよね。そして水曜日は私がこけたというですね。いやー、困った困った。一日なんかずれてしまいました。やばい。予定を立て直さなきゃ。ということでですね、本日6月12日金曜日でございます。朝の時間は6時21分58、59、はい、22分になりました。こちらはですね、アイヤ朝活1、24時間中14.4分、素敵な1、1%を共有しようということでですね、新しい気づき、発見、チャレンジ、そういったことをですね、皆さんに共有していけたらな、あるいは皆さんからですね、提案していただけたらなというお時間になっております。本日もですね、お話しさせていただきますのは、アイヤカフェ店長、斉藤誠でございます。作業療法士で、リハビリ専門職の教育とか、あとは、オンライン活用法。こちらの方がね、僕は大好きだったりしますけど、おいおいってか。そういったことを伝えております。で、オンライン活用サロンなんていうものをですね、今募集中の形ですね。まだね、参加していただいた方には教材を見ていただいているような状況ですが、少しずつですね、始めていっております。まだね、参加してみたいという方はですね、今週中だったら参加できますのでね、第0期。まあ本当はね、10人ぴったり集まったら本格開始したいなと思っているところなんですが、まあなかなかね、そうでもないのかなっていうところもありますんで、まあ、それはそれっていうことでですね、始めていくつもりでおります。興味あれば参加してね。はい、ということでですね、まあ本日ですね、どんなお話をしようかなと、まあもやもやと、まあ毎日ね、そんなことを考えているわけなんですが、で、まあ今日ね、皆さんと、まあ皆さんにね、何をっていうよりはですね、皆さんにちょっとね、伺ってみたいなと思ったんですが、皆さん、こう、好きなものって、あります？こう一番好きなもの。ね。まあ僕もいろいろとあるのかなと思ったんですけど、あ、思いのほかこう一番好きなものって一体何なのかなっていうふうにですね、まあ少し考えてしまいましたね。ね、皆さんにとってはどうなんでしょう。まあこのね、まあ自粛下の中でですね、まあ少し何かこうね、気持ちを落ち着かせるのに少し流行りに乗ってみようかなというのでね、何？どうもり？あつもり？あつもりか。をね、やってみたんですけど、ね、アイエア島っていうのをですね、作ってみたんですけど、なんとですね、これは性格出ますね。なんかね、作っているうちにですね、まあ、なんかね、こういう島にしたいとかね、こういうデザインにしたいっていうよりもですね、なんか効率的に素材を集めていったりとかですね、まあ、そういう風にデザインをしていったらですね、まあ、島の景観とかがね、結構ね、適当になっていったっていうですね。まあ、あ、そっかと思って、まあもともとね、箱庭療法的なとか言いながらですね、まあ、茶化しながら始めたところがありましたんで、まあ自分自身のこうね、心の安寧のために、まあ、やったところはあるんですけど、なんとですね、実に効率中な島になりつつありました。ね、皆さんこう、かっこいい感じにね、島を作ってたりとかしてますのにね、おやおやってなってしまいましたね。さあ、あれ？なんかいきなりメッセージが飛んできてましたけど、失礼しました。さあ、ですね、今これ僕にメッセージかな？ダイレクトで。あ、岡さんからですね、ありがとうございます。なんと、動画作成のオンラインセミナー興味あります。日時は決まっているでしょうか？こういうね、オンライン活用とかね、そういうのはやっぱ僕大好きなんでしょうね。まあ、新しい技術だけではないですし、まあ、その新しい技術の中でも僕自身ね、すごくこう、好き嫌いは若干出てくるんですけど、まあ、どちらかというと LINE あんまり好きじゃないんですけど。で、ですね、オンライン活用サロンのセミナーっていう形ではなくですね、基本的には、教材を作ってあります。で、そちらを見ていただいて、で、まあ、その教材
を、まあ、ある程度ね、見終わったかなっていうタイミングで、まあ、月にですね、まあ、1回か2回くらいずつかな、質疑応答とか、新しい、そのね、オンライン活用の知見なんかも含めてですね、まあ、1時間か2時間くらいっていう形で、オンラインで、まあ、やっていくのを中心にします。で、もちろんですね、質疑応答なんかも含めつつですね、まあ、やってたりするんで、実はこう参加した皆さんでこう一定の、人数が集まれそうだなっていうタイミングで開催することになるんで、まあ、参加している人たちが主体です。最初そのね、動画を作成していこうをね、まあ、メインでやっていこうと思ってるんですね。まあ、みんなで揃って YouTuber になろうじゃないですけど、ね、YouTuber ではもう儲からない時代ですからね、儲かる儲からないの話でもないんですけど、まあ、YouTuber というかね、YouTube で発信する、配信するっていうのはね、まあ、やっぱりこれからの時代やってないとダメでしょうっていうね、マストなツールなんですよね。まあ、何でもそうなんですけど、ね、よく、なんていうのかな、老害とかっていうね、言葉あんまり好きじゃないですけど、ね、年を取ってるから老害なのかっていう時代ではなくなってきたみたいですしね。20代でも30代でも老害のような動きをしてしまうというのかな。で、年下の人のアイデアをこうね、正当に評価せずに、自分の見てきた見識の中で、まあ、頑固に行動してしまう人たちを老害というふうにね、定義している人たちもいましたけど、っていうところでいけばですね、まあやっぱりこうね、新しく動き出しているものっていうね、世の中がそっちに動いてる時にですね、全くやらないっていうんではやっぱりね、まずかったりしますんでね、まあ、動画を作っていこうっていうところとかをね、まあ、やっていこうと思ってます。おいおい、今日はね、楽しいじゃないや。まあ、ね、皆さんの好きなものは何ですかっていう話でね、まあ、していこうっていうところからのですね、まあ、最初の冒頭で紹介したところでいきなりメッセージを、ダイレクトでメッセージもらったからそっちの紹介になっちゃいましたけど、まあ多分、あれですよね。僕がこうやって、ね、まあ好き勝手に喋ってる風を見れば、ああ、斎藤こういうのを好きなんだなとかね、単純にこう、ね、ダイレクトメッセージとかもらってね、こういうやり取りをしている感が好きなんだろうなって思っていただければ嬉しいなと思います。なんでそういうね、まあ、好きなっていう話を出したかっていうのはもうちょっとしたいんですが、まあ、ひとまず岡さんそんな感じでございますんで、参加してみようかなとふと思ったのであればですね、ぜひ参加してみてください。ゼロ期生の方たちはですね、今回無料で招待してます。1期生からは無料しませんからね、これはね。はい。逆に1期生の、あ、0期生の人たちと一緒に作っていって、で、まあ、その0期生の皆さんがですね、まあ、逆に発信側になれるようになってたらですね、まあ、もっとね、1期生の人たちとの交流とかを深めつつですね、まあ、ちゃんとこう、なんていうのかな、やっぱ技術を得た人たちがね、正当に評価されないであるとかですね、こうそういうことはあんまりね、よろしくないと思いますし、まあ言ってしまえば動画の作り方とかね、そういう細かいノウハウ的なものはね、今 YouTube とか見れば大体載ってるんですよ。ただ載ってるから、ね、それを見たらできるようになるかっていうのはまた別問題で、ね、作ってきた人たちがいて、その人とですね、ある程度やり取りをするからうまくいくっていうところもありますんでね。まあぜひ、参加なんかはね、してみるといいかなと思います。おかしいな。朝活でね、好きな話を僕がしてるから、そういうね、そっちの方向になっちゃうって話なだけなんですけど、まあ本当ならね、まあ皆さんの、にとってのね、こう好きってね、意外と自分自身でこう気がついてない場合っていうのがあるんですよね。まあ、僕自身もね、こうやって皆さんとお話をするというかですね、皆さんにこういろんな話を投げるっていうことをしながら、自分自身をリフレクションしている、ね、内省しながら、まあ、今回ね、まあ、なんでそういう方向の話になっていったのかなと
というようなことをですね、まあ振り返っていくような機会にさせてもらっています。まあ何よりですね、こう今、まあ皆さんちょっとようわからんかもしれませんけど、画面を見ながらやってるんですね。あ、じゃあこれ後で共有用にスクリーンショットを撮っておきましょうかね。はい。なんとですね、まあ、どういうふうにやってるかっていうと、画面をですね、まあ、見ながらやってるわけですよ。はい。ってなるとですね、実はこう結構自分の顔をね常に見ながらになりますので、まあまあ意外とですね、こう、ああ自分ってこういう顔してるんだとかですね、まああのなんというの、あ、自分の嫌なところとかね、そう、こう、喋ってるね、言葉のつながりとかですね、口癖っていうものが見えてくるとですね、まあ、言い過ぎだな、俺、みたいなね、ところとか、ですね、言葉を選んでるときにね、ある程度こう、時間が、フリーズしてる時間が起きるっていうですね、フリーズしてるわけでもないんですけどね。まあ以前はこうやってね、無駄話をしてるタイミングでいろいろ頭の中で考えてなんかね、次に話す言葉をみたいなことをしてたんですけど、まあね、やっぱりその辺は、まあ慣れと、まあ経験というかですね、まあかけてる時間次第に寄ってくるのかなという部分もありますね。まあでもそうやってね、やっぱり好きなことっていうものにはですね、時間をかけられますし、まあ妥協ができなくなってくるものだったりするんでしょうね。まあそういった意味でも、皆さん自身がね、もし、こう自分が本当に、まあ好きだと思えるようなこと、で、これが一番好きなんだっていうふうにですね、自信持って言えないなっていうふうに、思っていることってあるのかもしれないんですけど、でも実は周りの人たちからしてみたら、何言ってんの？あんたこれの時になんかもう目がギラついてるじゃないとかね、早口になってるよ、みたいなね、そういうことって結構あると思うんですね。まあ、そういうこともね、周りの人たちは意外と見てたり知ってたりすることがありますので、まあ、そういうことも含めてですね、まあ、皆さん自身がこう発信側というかですね、まあ、周りの人たちにね、している、こうね、話とか、まあ、発信している情報っていうことでですね、意外とバレてたりしますので、もし自分自身がこう好きなことってなんだろうなと悩んでいるんでしたらね、周りの人たちに聞いてみるっていうのもね、いいのかもしれませんね。まあ何よりですね、好きなことがある。まあ何というのかな、まあ、好きなことがあった方が、まあ仕事っていうのはね、まあ効率的にというか、まあいわゆるモチベーションですかね。まあそういったものが、まあ上がりやすいと。ね。まあいろんな言い方しますよね。仕事にこうね、まあ、それをする意味をね、持っているかとかですね、なんだろう、やってるうちにね、仕事なんて好きになってくるんだよっていうね、昔の考えとかもありますよね。まあ、何でもそうですけどね、それぞれのこう経験をもとに言っているものなので、まあ、意見として聞くのはいいわけなんですけど、でも本当にね、自分が好きで、ずっと続けてやっていきたいとかですね、仕事をしてて一番パフォーマンスが上がるところっていうのはね、自分自身でもこう気がついてなかったりとか、で周りの人たちの方がね、してたりすることがあります。でもそこにね、まあ、そこが本当に本当の意味で自分とね、自分の思いと重なるっていうところがね、見つけられれば一番幸せですけど、まあ、そこのボタンをね、かけ違ってたりとかすると、まあ、ずっとモヤモヤしてしまうことがありますのでね。まあ今日、この、まあ、朝活、ね、ワンの中で、好きなことっていうキーワードでですね、なんか僕が暴走してたのを思い出したらですね、まあ、それと似たようなことをしている人がいて、その人が、ね、自分の本当にやりたいことって何だろうってね、悩んだり迷ったりしているようでしたら、まあ、声をですね、かけてあげられるといいのかなと思います。あ、松園さんありがとうございます。何？今は？トンビに会うことが好きです。へぇー。トンビってトンビ？はぁ、あ、散歩に行くモチベーションね。確かにね、かっこいいですよね。
うち東京なんでね、まあ今も聞こえたかわかりませんけどね、カラスが最近ですごいのさばっておりまして、まあうちの猫さお猫様はですね、まあ、ベランダとかに来るカラスとね、こう向き合ってわけわかんない会話をしてるのが、を見るのが楽しいですけどね。いいな、トンビか。トンビなんて僕久しく見てないですよ。あ、いいですね、いいですね。そういうね、本当にね、純粋に好きっていうものとかあるといいですね。いや、僕のね、好きな話を始めると本当ひどいことになるんでね、まあ、これ以上はやめといた方がいいんじゃないかっていうね、まあ僕の話はね。だってね、とまあね、こういうふうに暴走することもあるのがね、好きなことだったりしますんで、ね、そうやって周りの人たちがね、まあ話戻すとね、悩んでいる人がいたらですね、その人がね、こう暴走してる内容とか、ね、自覚してないでね、好きなことと得意なことっていうのもまあありますけど、ね、まあものすごくこうね、楽しそうに話していることってこれだよね。まあでも上手にできるのこっちだよね、みたいにね。まあ好きとうまいはね、違ったりする場合もありますんで、まあその辺も含めてですね、これは指摘とかではなくですね、まあ優しく伝えてあげられるといいんじゃないでしょうか。はい、ということでですね、ごめんなさい、暴走して、下手をすると、1日のうちの2%、皆さんから2%奪ってしまうところでした。ね、1%で十分だと思っています、僕は。ね。まあ、1日1%ずつがね、積み重なれば、ね、まあ、365日で300%。うん、大嘘ですね。まあ、でも少なくともですね、1万時間なんていう言葉もありますからね。まあ、続けていくことで見つかることなんかもあると思います。ね。皆さんもですね、何かそういったものを、失礼。皆さんも何かそういったものをですね、まあ、続けられる。ね。好きで楽しいこと。まあ、そういったものをね、ぜひ見つけるきっかけにしてもらえたら嬉しく思います。ということでですね、1日の中での1%素敵な時間がご一緒できたら嬉しく思っております。本日もですね、皆さん、これから臨床かと思います。怪我に気をつけて頑張ってきてください。では、いってらっしゃい。